MLB、オールスターのホームランダービーがルール変更。大谷翔平のホームランダービー出場に前進。米大リーグは7月16日、同17日にレンジャーズの本拠地、テキサス州アーリントン、グローブライフフィールドで行われるメジャーリーグのオールスターゲームの前日15日、同16日に実施されるホームランダービーの競技要項を発表した。これまではすべてトーナメント制で1回戦と準決勝が3分、決勝が2分の時間の中で、スイング数や球数に制限はなく、ひたすら打ち続けて柵越えの本数を競っていた。かつては本塁打以外が19球になるまで打ち続けるルールだったため、出場者は少なかったが、あまりに体力の消耗が激しく、無理に飛距離を求めてホームを崩す危険性があることから、強打者の出場辞退が相次いでいた。しかし、今季もヤンキースのアーロン・ジャッジはすでに辞退を発表した。今年実施される新ルールでは2ラウンドに分かれ、1回戦は全選手が出場して本塁打数を競う。上位の4人が準決勝に進出して、4人のトーナメントで優勝者を決める。時間制限はこれまで通り、1回戦と準決勝が3分で、決勝が2分。だが、1回戦と準決勝は40球、決勝は27球という球数制限も加わった。前線でボーナス期間もあり、柵越え以外すべてアウトとカウントして、3アウトになるまでスイングすることができる。ボーナス期間中に425フィート、約130メートルを超えるアーチを描くと、アウトカウントが一つ増える。米スポーツ専門局 ESPN は、2024年のホームランダービーのルールは大幅に変更され、過去の参加者に懸念された必死のペースを減らすための変更もある。2015年にダービーが時間制に移行して以来、スイングのラウンドはしばしば、できるだけ多くのスイングをこなそうとする打者と投手の競争に移行してきた。昨年のダービーでは、参加者全員が1ラウンド平均43スイング以上を記録した。過去の参加者の中には、このイベントがいかに疲れるものになったかを語る者もおり、バッティング練習をする打者には通常ありえない加速ペースのため、怪我のリスクが高まったと内心心配している者もいる。とこれまでの本塁打競争の弊害を報じた。体力消耗が軽減されるルールになったことで、出場への態度を保留しているドジャースの大谷翔平選手の出場の可能性も高まるかもしれない。しかしロバーツ監督は大谷選手の出場について言及しました。地元メディアスポーツネット LA の取材では不満を漏らしていました。7月16日、日本時間17日に行われるオールスター戦の一次投票では、大谷選手がナ・リーグ DH 部門で1位となり最終投票に進みました。しかし、同じナ・リーグ東地区で快進撃を続けるフィリーズから6選手が最終投票に行くのに対し、ドジャースはベッツが負傷で辞退するため、大谷選手と外野手部門のテオスカー・フェルナンデス選手の2人だけとなり、フリーマン選手やスミス選手は最終投票には進めませんでした。ドジャースは西地区を独走しているにもかかわらず、選手の名前が少なかったことに、ロバーツ監督はご機嫌斜めのようで次のように語りました。ファンの私への励ましは手を休めて選手に投票することだ。他球団を見ると、我々の選手たちのようなシーズンを送っていないにもかかわらず、ファン投票ではリードしている。監督として残念なのは、選手たちが自分たちをアピールしようとしないことだ。ドジャースは現在、MLB 全チームの中でホーム観客動員トップを走り、人気実力ともに西地区をリードしていますが、思いのほかファン投票に反映されなかったことがロバーツ監督には納得がいかなかったようです。大谷のホームランダービー出場についても言及しました。毎年オールスターの前夜祭として盛り上がるホームランダービー。今年はテキサス州アーリントンのグローブライフフィールドで15日、日本時間16日に開催される予定ですが、このホームランダービーについて、ドジャースネーションは X を更新し、次のように問いかけていました。翔平大谷は、2024年のホームランダービー出場の判断をまだ保留中だ。
今年彼が出場している姿が想像できますか？それとも休むことが最善だと思いますか？この投稿にファンからは次のような反応がありました。間違いなくノー。怪我のリスクを負うことはできない。その期間を使って休養すべき。ルーティンを壊すべきではない。このように休んでほしいと願う声が多くありました。大谷選手自身は今年のホームランダービー参加について次のように語っていました。わかんないです。まずオファーがないとという感じなので、それからかなと。リハビリをやっているので、ドクターの許可であったりトレーナーの許可やチームの許可であったりとか、もちろんやりたい気持ちはどの選手もあると思う。そういう他の部分との兼ね合い次第。さらにロバーツ監督は取材に対し次のように語っていました。翔平がホームランダービーに参加すれば、もちろん野球にとって素晴らしいという一面もあるが、ドジャースの監督という側面としてはより慎重になる。スイングが多くなり激しさも増す。右肘のリハビリの途中でもある。このように野球界に与える好影響を指摘しながら、リハビリ中の大谷選手の状況を懸念して慎重な姿勢を示していました。MLB のホームランダービーは時間制で、4分間ひたすら打ち続けることもあり、参加後には状態を崩す選手も珍しくもありません。今シーズンはすでにヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が不参加を表明しています。大谷選手は2021年にホームランダービーに出場し、第1ラウンドで当時ナショナルズのフアン・ソト外野手に敗れました。大谷選手はこの年のホームランダービーに出場し、ホームランダービー終了後、インタビューで次のように答えていました。延長の延長だったので疲れましたね。最後の30秒がすごく長くてすごい疲れました。これほど疲れたことは過去にないですね。楽しかったです。雰囲気も楽しめているし良かったです。このように非常に疲れたという大谷選手は、翌年の2022年、2023年は出場を回避しています。このようなことからも、ロバーツ監督は次のように慎重な姿勢を見せました。私個人としてはどういう選択をしようが翔平を支持する。個人的には大谷選手を支持するというロバーツ監督ですが、チームとしては大谷選手に無理をさせたくないというのがロバーツ監督の心情なのではないでしょうか。得意とする6月に入り大活躍中の大谷選手、全く勢いが止まりませんね。もうすぐ6月は終わってしまいますが、このまま勢いに乗って活躍してくれることを祈るばかりです。いよいよオールスターの時期ということもあり、ファンたちの間ではやはりホームランダービーの動向に注目が集まりますが、果たしてどうなるのでしょうか。一瞬たりとも大谷選手から目を離せませんね。そんな中、大谷翔平のライバル2人に緊急事態。試合終了とともに負傷。フィリーズのファンが悲鳴。フィリーズに緊急事態だ。27日、日本時間28日に本拠地で行われたマーリンズ戦で、ブライス・ハーパー内野手とカイル・シュワーバー外野手が揃って負傷。好成績を残していた2選手だけに、離脱となれば首位を走るチームにとって大きな痛手となる。1番左翼で出場していたシュワーバーは、9回に代打を送られて途中交代。フィリーズの地元放送局 NBC スポーツフィラデルフィアのレポーターを務めるジョン・クラーク氏によると、股関節に張りを訴えたという。ここまで17本塁打はリーグ5位。同日に発表されたオールスター戦のファン投票では、ナ・リーグ指名打者部門で大谷翔平投手に次いで2位となり、二次投票に進むことが発表されていた。3点ビハインドの9回、ハーパーは2走者なしから2ゴロを放ち、1塁へ猛ダッシュ。しかし、駆け抜けた後に足を痛めたような素振りを見せた。左のハムストリングスを負傷したとみられる。クラーク氏は、苦悶の表情を浮かべながらハムストリングを抑えていた。終了直後、トレーナーと一緒にクラブハウスへ直行した、と伝えた。ハーパーは打率.303、20本塁打、57打点の活躍を見せており、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手の離脱もあって、MVP 争いでは大谷と一騎打ちの形となっていた。試合後、ハーパーは、
状態はわからない。経験したことのない感覚だ。痛い。明日どんな感覚になっているか見守ろうと話すにとどめた。シュワーバーは大事を取って交代した。深刻なことにはならないと思うと警鐘を強調した。大谷選手のオールスターゲームでの活躍が楽しみですね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルを気に入っていただけましたなら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。ご意見やご感想などありましたら、ぜひコメントをお願いします。次回をお楽しみに。